長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都、ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、ゴーイングメリー号の損傷は大きく、もはや修理は不可能だと告げられてしまう。航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、ゴーイングメリー号と別れることを宣言。これに納得できないウソップは、ルフィとの決闘を経て麦わらの一味を去ってしまうのだった。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が挙がったのはニコ・ロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンは麦わらの一味に別れを告げ姿を消していた。突然の裏切りを信じられないルフィたちは、ロビンが再びアイスバーグの前に現れると考え、ガレーラカンパニーに乱入。そこでルフィたちを待ち受けていたのは、古代兵器の情報を探る政府の秘密機関 CP9 の諜報部員たちだった。 CP9 が操る超人的大義六式の前に、一度は敗退したルフィたちだったが、ロビンの裏切りが麦わらの一味を助けるためだったことを知り、再びロビン奪回を誓って立ち上がる。一方 CP9 はアイスバーグから古代兵器の設計図を託された男フランキーを捕らえ、ロビンと共に四方の島エニエスロビーへと連れ去った。一刻も早く追いつかなければロビンを奪還する機会を逸してしまう。ウォーターセブンを飛び出した麦わらの一味は途中、仮面の戦士狙撃キングに扮したウソップと合流し、海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいった。なんだありゃ、タヌキか。俺はタヌキじゃねえ、トナカイだ。俺が海賊、勝負だ。よし、俺も行くぞ。CP9 を敵に回すことがどういうことか教えてやろう。補正する。順次に肩をつけてやる。お前にもはや未来などない。生意気なことをする。ランブル、ロゼオメチ、ロゼオ、うわー、うん、投げていた。ロビンは俺たちの仲間、仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。すごいじゃない、チョッパー。大丈夫よ、あとは俺に任せときな。チッ、囲まれたか。俺のスーパーな力でどうにか突破口をこじ開けねえぞ。
ってとこ見せてやれ。ランブル、ロゼオミチ。ここをもらっちゃってもいいかな。遊びは終わり。そろそろ覚悟を決めてくれる？すごいぞ。
などしたくはねえんだ。俺は狼、油断させて食い殺す。お前知ってるのか、俺の鉄の蹄は馬だって砕けるんだ。なんだ、やる気か。強そうには見えねえが、こんやろ、お前なんかに負けないぞ。何のばったりだ。もらっちゃってもいいかな。なんてこい、舐めていた。ランブル、ロゼオミチ、ロビンは俺たちの仲間、仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。いいぞみんな、とにかくぶっ飛ばせ。敵もなかなかやるようじゃ。面白くなってきたわい。月光術師やる。ラケットロケットロケット。月光術師やる。こう見えて俺は執念深いぞ。覚悟しとけ。ロビンは俺たちの仲間、仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。そうだチョッパー、おめえも男だってとこ見せてやれ。さすがに厳しいかしらね。見せてやれ、生まれ変わったわしのパワー。知ってるのか、俺の鉄の蹄は馬だって砕けるんだ。無駄じゃ、カマキリ、わしにかなんやせんわい。めでしょ、わしゃランブル、ロゼオミチ、したものだ。バカ野郎、何を手こずっている。一筋縄ではいかんの。ロビンは俺たちの仲間、仲間を苦しめる奴はこうしてやるんだ。すごいじゃない、チョッパー。大丈夫よ、まだまだいけるわ。遊びじゃねえんだ、気を引き締めろ。六式、これを極めた一人の強度は百人力に値する。消し去る。
闇の正義の名のもとに。やっぱりこいつ強いんじゃないか。3秒やるからさっさと逃げろ。せっ、かかってこい。アオ、俺の邪魔しよってんなら容赦なくぶっ飛ばしてくぞ。気を開くな、見障りだ。これが俺の力だ。えらいわ、チョッパ。海賊船のセイフさんは戦士でもあるのね。ここは俺たちのものだぞ。ありがとう。ちゃんと寝てろよ。絶対安静なんだからな。